寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、闇芝居の時間だよ。これはある中学生の仲間3人が夏休み最後の日に体験したお話なんだが、こんなことなら夏休みの間に少しずつでもやっときゃよかった。ちょっと休憩。さっきも休憩したばっかだろ。そうだ、いとこの兄ちゃんが幽霊が映ってるっていうビデオくれたんだけど、気分転換に見ない？お、いいねいいね。どうせ作りもんだろ。それがさ、兄ちゃんの友達が肝試しに行った時にビデオカメラで撮影したらしいんだけどさ、帰りにカメラを忘れて帰っちゃったんだって。それで後で見直してみたら、撮った覚えのない映像が映ってたんだってよ。怖そうじゃん。見てみようぜ。せっかくだからムード出さなきゃな。なんだよ、始まんねえじゃねえか。お、映った映った。うわ、見るからに薄気味悪い墓地だな。でもこんなに暗かったら何か映ってたとしても分かんないだろ。今から出てくるんだろ、黙って見てろ。ん？なんだよ。あれじゃないのか？ほら、あの墓石のとこ。本当だ、顔に見える。うわ怖え。ん？なんだあれ。高明、お前怖くなったんだろう。いや、あの奥に映ってるのなんだろう。奥？どこだよ、わかる？いや、わかんねえ。お前、俺たちのこと怖がらせようとしてるだけなんだろう。ほら、木の影だよ。なんで見えないんだよ、ここにいるじゃん。あれ、こいつでかいぞ。人間の大きさじゃない。ほら、隣の墓石と比べて3メートルぐらいはあるんじゃないか。なんだよこれ、やっぱり作り物かな。ほら見てみろよ。え？あ、いない。あ、どうなってんだよ。やっぱりいない。さっきは確かにここにいたはずなのに。あれ、近すぎてる。なんでだよ、こんなことありえないだろ。どうなってんだよ。見た。何なんだよこいつ。なあ、お前らも見ただろ、なんとか言えよ。何か、何を見たの？何か、何を見たの？おしまい。押し合いで試合ばかり。